守護大名は、軍事、警察権能だけでなく、経済的権能をも獲得し、一国内に領域的、一円的な支配を強化していった、室町時代の守護を表す日本史上の概念。守護大名による両国支配の体制を守護両国制という。15世紀後期から16世紀初頭頃に一部は戦国大名となり、一部は没落していった。 鎌倉時代における守護の権能は御成敗式目に規定があり、大盆参加上の剣団及び大番役の指揮監督という軍事、警察面に限定され、国司の権限である国が行政、国が領支配に関与することは禁じられていた。室町幕府が成立すると鎌倉幕府の守護制度を継承した。当初、守護の職権については、 鎌倉期と同じく大盆参加条の剣断に限定されていたが、国内統治を一層安定させるため、1346年、幕府は、カッタロウ関の剣断剣と、施設巡行剣を新たに守護の職権へ加えた。カッタロウ関とは、土地の所有を主張するために、殿の稲を刈り取る、実力行使であり、武士官の所領紛争に伴って発生した。施設巡行とは、 幕府の判決内容を現地で強制執行することである。これらの権断権を獲得したことにより、守護は国内の武士官の紛争へ介入する権利と司法執行の権利の二つを獲得することとなった。また、当初は現地の有力武士が認じられることが多かった守護の人選も次第に足利将軍家の一族や不代、後進の世襲へと変更されていく。 1352年、官能の上乱における軍事兵糧の調達を目的に、国内の省エ国画領から年貢の半分を徴収することのできる犯税の権利が守護に与えられた。当初、犯税は戦乱の激しい三国に限定して認められていたが、守護たちは犯税の実施を幕府へ競って要望し、犯税は次第に高級化され、各地に広がっていく。 1368年に出された王案の反税令は、従来認められていた年貢の半分割だけでなく、土地自体の半分割をも認める内容であり、この後、守護による、荘園、国賀領への進出が著しくなっていった。さらに、守護は、荘園領主らと年貢納付の請負い契約を結び、実質的に荘園への支配を強める守護受けも、行うようになった。 この守護受けによって守護は土地自体を支配する権利、すなわち下地震試験を獲得していく。また、朝廷や幕府が臨時的な事業のため他の面積に応じて付加した単線や家屋ごとに付加した村別銭の徴収は守護が行うこととされた。守護はこの徴収権を利用して独自に両国へ単線、村別銭を付加徴収し、 経済的権能をますます強めていった。守護は以上のように強化された権限を背景に、それまで国士が管轄していた国画の組織を吸収し、国画の在庁管理を悲観として組み込むと同時に国画領や在庁管理の所領を併合して、守護直轄の守護領を形成した。またこれと並行して、守護は強い経済力を持って上記の在庁管理のほか。 国内の児童、名主といった有力者をも悲観にしていった。この動きを悲観化というが、こうして、守護は、土地の面でも人的面でも、国内に、領域的かつ均一な影響力を強めていった。こうした室町期の守護のあり方は、軍事、警察的権能のみを有した鎌倉期守護のそれと、大きく異なることから、室町期守護を指して、守護大名と称して区別する。 また、守護大名による国内の支配体制を守護両国制という。ただし、守護大名による両国支配は、後世の大名両国制と比べると必ずしも徹底したものではなく、機内を中心に黒人層が守護の悲観となることを拒否した例も実際には多く見られる。また、幕府も、荘園制度の解体や守護の権力強化は望ましいとは考えておらず、 有力守護大名に対して、たびたび政中を加えている。室町中期までに、幕府における守護大名の権能は肥大化し、幕府はいわば守護大名の連合政権の様相を呈するようになる。当時の有力な守護大名には、足利将軍家の一族である芝氏、畠山氏、細川氏をはじめ、戸様勢力である山梨、大内氏、赤松氏など数カ国を支配する者がいた。 これら有力守護は幕府に出資するため継続して在京することが多く、両国を離れる場合や多くの分国を抱える場合などに死後の代官として国人や直属家臣の中から守護代を置いた。さらに守護代も小守護代を置いて二重三重の支配構造を形成していった。なお、東国の守護は京都ではなく鎌倉府のある鎌倉に出資していた。 これを在創性と称する。これに対して、幕府の将軍も自らの側近を、従来の方向衆、武行衆とともに守護大名家の所流にも求め、所流出身の側近に宗家とは、別個に守護職の地位を与える場合もあった。彼らの補佐のもとに、将軍の新災権を高めるとともに守護大名家の分裂と弱体化を誘った。この路線は、 守護大名の強力な後ろ盾の下に、足利将軍家を継いだ、足利義持の頃から見られその後継者に継承されるが、守護大名家の分裂と弱体化には一定の成果が見られたものの、肝心な将軍の震災権強化は、有力守護大名の抵抗を前に困難を極め、室町幕府の権力基盤を弱めたばかりではなく、各喫の乱や応仁の乱の原因の一つとなった。 応人の乱の前後から守護大名同士の紛争が目立って増加した。それに包丁を合わせるように黒人層の独立志向が顕著に現れるようになった。これらの動きは一方では守護大名の権威の低下を招いたが、また一方で守護大名による国人への支配強化へとつながっていった。そして1493年の名王の政変前後を契機として、 低下した権威の復活に失敗した守護大名は守護大国人などにその地位を奪われて没落し逆に国人支配の強化に成功した守護大名は両国支配を一層強めていったこうして室町期の守護のうち両国や家中の統一に成功した守護や守護下に代わり地域支配を成し遂げた守護大国人は独自の領域支配や軍事 外交的行動を行う戦国大名へと変質、成長し、戦国大名の出現をもって、戦国時代の時代故障が行われている。戦国期においても室町将軍体制は一定の影響を保っており、室町将軍の五分国であった、紀内や西国には守護家出身の戦国大名が多く、東国には、駿河今川氏や、甲斐、武田氏など、 守護大名出自の戦国大名家のほか、非守護家でありつつも、広域支配を行った御北条氏や関東、東北地方では、軍単位の地域勢力が分立するなど、地域的特徴を持つ。戦国期における守護権威の位置づけについては、諸説あるが、おおむね一定の影響力は持ちつつも、戦国大名は、室町将軍に認証される守護権威に左右されない。 独自の大名権力を有していた点も指摘される。また、芝氏の一家臣から、正式の死後に転じて、数代を経た、越前朝倉氏のような少数例も存在する。それに対応する形で、守護は、国府付近に構えていた平地の守護所を、山城及びその山徳の館に移し防衛力を強化した。戦国時代は、会の者が上位者にとって変わる下国城の、 時代とされているが、実際には、かなりの守護大名も、上閣を構えて、戦国大名への転身を遂げていた。室町幕府の滅亡後、職法政権や江戸幕府の統一政権によって、認証された、地域勢力は、近世大名となった。守護大名家のうち近世大名として残存できた、家は、上杉や、有気や、京国や、泉細川や、小笠原や、 島津や佐竹家や宗家の八家と室町時代の末期に守護に任命された伊達や毛利市家を合わせた経営重屋に留まる。さらに江戸期まで守護の地に踏みとどまれたのは島津や伊達や毛利市家、宗家のみである。京国家は一時的にだが、九守護地に戻れた時期があった。本領を失った大名のうち三名家。 河内畑んか野戸畑さんか駿河今川家、海武田や時や大友家は、後退よりやいや皇家として存続した。なお、室町時代当時においては、主語と大名の言葉は明確に区別して用いられていた。室町幕府関係の古文書を参照すると、同じ主語大名を指す場合でも、大盆参加条をはじめとして、軍役や徴税など、 主語の韓国内にににに関関関すすするるる職務に関する活動に関する文書においては、主語と呼称され、韓国以外の国や国政全般に関することで、活動に関する文書においては、大名と呼称されていた。つまり、室町時代当時において守護、あるいは大名と呼ばれる存在を、後世の歴史用語として、守護大名と呼称しているわけである。太字は、足利市一門。 ありがとうございます。